はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回の、はい、こちら見ていきましょう。はい、もうね、もう何回目でしょうね。はい、今回でナンバー66番ですね。66番まで来ました。懐かしいの所有者コレクション。ではではちょっとね見ていきたいと思いますね。いや、またまた届きましたっていうセリフももうおかしくなってしまうぐらい、はいちょっと回数重ねておりますがね、今回も届きましたので、さあ、それでは行きましょうか。よいしょ。これね、そろそろね、本当に保管がね、やばくなってきてね、はい。ではでは行きましょう。いや、もう66か。言ってる間に70とか行きますもん、これね。さあ、ではでは行きたいと思いますが、今回はね、どんな車両になってるんでしょうか。でもなかなかいいですね。はい。まず一つ目。スバルサンバーの1982年ですね。農業仕様ですね。はい、こんな感じで、今回後ろの荷台がキャベツっぽいですね。キャベツっぽいものをね、多分いっぱい積んでるんだと思うんですけど、これが農業仕様で、もう一つの方が、これも言ったら農業みたいなもんですか。ハイラックスが素敵ですが、製茶業仕様ですね。お茶屋さんですね。なんか多いお茶のパッケージに似たような色の、はいそんな箱を積んでいる。もうボディカラーもね、お茶仕様な感じのね、まあ今回も面白いね2台になってるんで、さあさあ、それではね、早速ちょっと楽しんでいきましょう。そっか、66と67か、早いですね。このまま100何号までかな、突っ切っていきましょう。さあさあさあ、それではね、はい、こちらの2台、さあ今回もね登場しましたが、ではではでは行きましょうか。めっちゃ緑ですねね今回はどちらも緑ですけど、ではではキャベツたっぷり農業しようからいきたいと思います。それではね、もう開けていきましょうか。相変わらずこの車両のこのスケール感すごいですね。43分の1なので、今回はもう後ろの荷台のキャベツがしっかりくっきりとはっきりと見えてます。集合体苦手な人はちょっと見ない方がいいかもしれませんが、さあさあさあ、それではね、まずね楽しんでいきたいと思いますが、はい、こちらですね。一つ目、ネスバルサンバー1982年の農業仕様になります。まず全体は、はい、ざざっとねこんな感じです。まあ色はね、もうほんとね農業というか、まあ標準的なカラーですよね。よくね、こう畑のそばに止まってますね、こういったカラーね。もう白のソリッドカラーですね。シンプルなね系統ですね。でこちら今回スバルサンバーです。顔はねこんな感じですね。ナンバーはしっかりと、はい、このようにありまして、ヘッドライトなどはクリアパーツですね。はい、このようになってます。でこの辺のね保護関係とかエンブレムですね、はい、しっかりと、ね、入っておりまして、ワイパーもあり、そしてサイドミラーもちゃんとついてます。これね、僕過去にね言ったことあるんですけど、まあ3回は折ってますね、今回このシリーズでね。いやー、でもまあまあ本当しっかりとできます。で側面はこうなっておりまして、まあ農家のこの名前とかそういったものは特にまあ書かれてませんね。はい、こんな感じで、ホイールタイムもしっかり。で荷台の部分ですね、こちら黄色のね、これなんて言うでしょうね、このプラスチックの箱ですよね。よくね、もう本当あの野菜とか入れてる箱です。ちょっと名前が分かんないんでね、はいちなみに僕昔八百屋やってたんですよね。なのにあのこの箱の名前知らないという、はいそんな感じです。よく考えたこれ何でしょう、本当。でこのもう中身は全てね、おそらくキャベツですね。こんな感じでしっかりとねいっぱい積まれております。全てグリーンでね塗装が入ってて、ね、ちょっとまあまあ言い方悪いけど気持ち悪い時もありますね、見てるとね。なんかあんまりあれなんですけど、はい、まあ、この感じでしっかりとねリアルに作られていると。でまあこの辺もね本当ねしっかりとできておりまして、いいですね。で後ろテールはこんな感じでね、ナンバーもありまして、ここのレンズはクリアパーツになってます。でここのね表記とかも後でちょっと大きくしたいと思いますが、しっかりとね書かれてますね。で反対側のね側面ですが、はい、こちら側もね真っ白一色です。はい、こんな感じで上から見てみると、はい、こうなってまして、そこの部分はと、はい、ではおなじみのネジちょっとね外していきましょう。実はこのタイミングで僕ね持ち方間違えてサイドミラーを折っちゃうことが多々ありましたね。動画でここ飛ばすんですけど、あのたまにねミラーがちょっと変わってたりする時あるんで、過去動画見てみてください。はいさあさあさあ、それではちょっと撮っていきましょう。でそこの部分はと、はい、こんな感じになってます。でまあまあシンプルな作りですね、そこはね。でタイヤのパターンもしっかりと刻まれています。でこのシリーズですね、まあ、特にサスペンションなどのギミックはないんですが、手転が足が、ああ今回動かない、これあらちょっと動き悪いなこれ。うーん、どうした、タイヤが挟まってたかな、どうでしょう。ちょっと僕が期待してたような動きはしなかったですが、あ、まあまあちょっと良くなりましたね。はい、こんな感じで、まあ手転がしをねできる形になってます。若干後ろの後輪の回転が悪いですね。うん、少しばかり残念。
まあまあでも一応まあできるんでよしとしましょう。ということでまずね、一つ目、後ろにたっぷりのねキャベツを積みました。シンプルな車両でしたね。ほんと農園とかのこの情景を作るよね、とてもねいい車両になってるんじゃないかなと思います。こちらね、スバルサンバ1982年の農業仕様でした。いいですよね、こうパッと見るとシンプルで本当にね、なんか落ち着きますよね、うん、さあさあさあ、それではね、もう一つね、お茶屋の方もちょっと見ていきたいと思います。ではでは二つ目ね、トヨタハイラックスの1978年ですね。こちらね、製茶業仕様ですね。ではでは行きたいと思います。ではでは開けていきましょう。製茶業って多分ね、僕生まれて初めて口にしましたが、そういう名前ですね、正式名称ね。お茶をこう作るね、仕事、製茶業っていうね、全部同じね、農業ってちょっとこう、畑の仕事って一緒くたにしがちなんですけど、製茶業ですね。皆さん覚えておきましょう。さあさあさあ、それではちょっとね、見ていきたいと思います。ちょっとまず全体ですね。はい、ザザッとこんな感じです。さすが製茶業仕様ね。もう全体はしっかりとしたね、グリーンですね。はい、こんな感じで、ソリッドのグリーンですね。この色ね、僕ね、嫌いじゃないですよ。めちゃめちゃね、いい深みのあるお茶ですね。とてもね、美味しいお茶作ってくれそう。で、皮の部分ですがね、今回ハイラックスですね。こんな感じになってます。で、ライトはね、クリアパーツです。で、グリルもね、細かくしっかりとね、こんな感じで作られてて、塗り分けもバッチリ。で、バンパーとか、あとナンバーもしっかりとありますね。で、サイドミラーに関しては、こちらボンネットタイプです。このようにね、しっかりとね、取り付けされてます。で、ドアのね、このね、枠とかね、ちゃんとね、こう、ピラーのところとかね、しっかりとできてまして、塗り分けもバッチリですね。結構いい顔つきですね。かっこいいですね、ハイラックス。で、側面ですが、はい、このようになっております。こちらはですね、静岡市丸子でいいですかね。はい、こちらね、正一正一っていうのかな、もうこれなんて読むんでしょうね。正一かな、まあ多分そうだと思うんですけど、聖徳太子の正。ね。まあそんな感じの名前がしっかりと書かれていると。ね、なんか気品が高そうなお茶屋さんの名前ですね、うん、ここには自家用の文字も書かれてて、保有体もね結構しっかりしたものがついてますね。いいですね、迫力満点ですね。で、後ろの荷台の部分ですが、段ボールがこのように、全部で8個ですね。ちょっと大きさに違うものにね、8個じゃ9個かね、ここ2つ分かりました。9個ね積んでるんで、9個積んでます。で、形もね様々なね大きさになっております。で、側面中央のね箱にのみこのお茶屋さんのこのロゴが書いてますね。茶というね文字大きく書かれてます。はい、こんな感じしっかりと積まれてて、反対側もこちらにねしっかりと、ね、書かれてます。で、それ以外は特に表記はないですね。ね、きっと美味しいお茶でしょうね。で、後ろの部分ですが、はい、こんな感じ。レンズはね、クリアパーツで、立体的にトヨタのね、文字ね、しっかりとね、大きくね、書かれてます。で、ナンバーもちゃんとありますね。で、あとこの辺のね、細かい表記ですね。はい、このようにね、しっかりとね、細かく書かれております。で、反対側のね、側面ですが、と、はい、こちら側もね、こうなっておりまして、美しい緑、そしてね、お茶屋さんのね、名前、しっかりとね、書かれてます。で、上から見てみると、はい、こうなってます。で、底の部分はトーン。では、こちらもネジ外していきましょう。油断してるとサイドミラーが折れがちになりそうなんで、よし、気をつけていきましょう。多分これね、僕のようにね、あれなんですよ、外してる人は多分ね、折ってる人いるかもしれませんいや、僕だけかもしれませんけどね、ここでやりがちなんだよ。さあさあさあ、それではちょっと外していきまして、と。で、底の部分はと、はい、こちら結構複雑です。はい、こんな感じになっております。で、こちらの車両もですね、サスペンションないんですが、手転がしは、あ、こちらスムーズですね。はい、こんな感じでね、しっかりとできる形になってまーす。はい、ということで、なかなか、これもね、僕は結構気に入りましたよ。この深みのある緑がね、ほんと素敵でしたね。はい、こちらね、二つ目、トヨタハイラックス1978年ですね、製茶業仕様でした。存在感が本当にある、素晴らしいお茶屋さんの車でした。はい、ということで、今回もまたまで届きました。66番と67番ですね。はい、こちらもかなりのね、数進みましたが、懐かしの商用車コレクション。今回はグリーンに包まれた素敵なね、まあ農作業系のね、仕事の車両がちょっと到着しましたが、さあ、いかがだったでしょうか。いや、いいですね。シンプルイズベストですね。もうほんと素敵な働く車です。後ろのね、荷台のね、このキャベツもね、美しく見えてきました。で、このお茶屋のグリーンがね、ほんとにね、かっこいい車両なので、もうさすがに最近はちょっと書店でね、近所で見ないんですけども、もしねこの車両気になりましたらね、定期購読とかね、まあ、通販でね購入することもできますので、まあ、ぜひぜひそちらをね、まあ、アセットコレクションズジャパンさんですね、そちらの方で、ね、見ていただい
でぜひねゲットしてみてください。ただ1台あたりね2000円ちょっとしますんで、まあ、ちょっとお高いね車両になるんで、お財布との相談の上ねちょっとね気になる方はぜひ手にしてみてください。まあ、ということでね今回はこの辺りにしていきたいと思います。おチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんなお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。